Just looking for the sports channel. いた、サンジ君よ。来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ。こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でもコーラなんか作ってどうすんだ。みんなで飲むのか。なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。私だってギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー三刀流黒上大竜巻。みんな、アームポイント黒点ダイヤモンドギアセカンドゴムゴムのジェットウィン。煉獄小日記
よし、行く。ビルフルール、ギガンテスコマーノスタンプ。二刀流、よい。羅生門。よし。最初にここに来た時に比べると俺たちだいぶ力を取り戻したよな。ああ、だがまだこんなもんじゃねえ。そうだ、てめえはそんなもんだろ。なんか言ってたヘボコッケ。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアディオの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。あら、何かあるわね。さて、よし、仕込みは終わった。これで一晩待てばコーラができる。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探しに行けるぞ。
よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。次だろ。次はあっちに行くの。どこまでも楽しまーす。あ、どうしたブルック。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いいえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるのブルック。こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。いやあ、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっ、それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあ、だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。この辺りだと思いますが。お、こりゃなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よっほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわね、ブルック。でも、この氷、どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し、消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時は、しばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで、遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な？話を聞きやがれ。え？何？え？わあ！あ！私の体！え？なん？私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。これが気圧セカンド、ゴムゴムの。飛ばして海賊王に俺はなる。
の体返せよ。おいルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、ブルック！ブルックのやつどこに行った？あ？いきなり降ってきやがった。どうするのルフィ、私たちまだ全ての力を取り戻していないわよ。やるぞ。あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。一刀流いよい。シュッシュッソンソン。モンスターポイント。こいつ火力が桁違いだ。しかもやたらと硬いぞ。よほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復活いたしました。これで全員揃った。よかったな、ブルック。よほほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。ソウルソリッド、モンスターイトリュウ、いよい。シュッソンソン。やるな。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞ、お前ら。実際、よくやってくれたぜ。霊代わりになるかどうか、お前たちの墓標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロポロちゃん、そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。そのでんでん虫、お前がくすねてやがったか。ははは、いろいろ便利なんでな。
で、何の用だ？ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アリオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ。できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を？ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ、本当に犯罪者になり下がるつもりか？今更かよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、いわれのない罪を背負い、迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹をもってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしても、お前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても拉致が開かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした？あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。ポロロッカはいねえのか？いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。積み込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの遺物を消し去るのだ。ルフィたちが全ての力を取り戻したら、この冒険も終わる。そうしたら、私、本当のことを話して、ルフィたちに謝らなきゃ。いくらアディオのためでも、みんなを、ルフィを、もう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを、友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう。でもあなたは友達を失うのが怖いのね。うん。でもたとえそれで嫌われてしまっても本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのはもっと嫌なの。これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった。とにかくアディオの家に戻ろう。見てください、リムさん、あちらにいますよ。おお、見た感じ元気そうじゃねえか。ドレスローザ素敵な名前ね。まあそこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし行くぞお前ら。リム、
海原を埋め尽くす大炎か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。なるほど。どういうこと？最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは、動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称、騒乱の王国。ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。ているの。街の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことはまたあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴを倒しに行きましょう。レッツゴー。ノリが軽すぎるわ。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ、2年後に再集結を果たした。道中海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは、豪華七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでドフラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中国に渦巻く闇を知り、ドフラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。イカれるドフラミンゴは全てを葬り去るため鳥かごなる大技を発動したのだった。
れもとフラミンゴがやったの？いや、建物とかが崩れてるのはドン・キホーテファミリーの幹部がやったんだ。みんなの家を壊すなんて。ドフラミンゴ以外にも悪い人がいるのね。まずいまずい。そんなことって。行くぞ。フラミンゴを信じてたのに。ひどいわ。私たちずっと騙されていたのね。そんな嘘だろう。10年前のあの事件も奴らが仕組んだことだったなんて。平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げ、それを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんて。ねえ、今の話って。ええ、似ているでしょ、あの時のアラバスタの状況と。ドレステローザでもあれと似たようなことが起こり、ドフラミンゴの野郎は10年前にまんまとやり遂げやがったのさ。けどそいつはすでに明るみになってるみてえだな。道理で鳥籠が発動されてるわけだぜ。どういうこと？あいつは全てをもみ消すつもりなんだ。この国の真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでな。ひどい。大丈夫だ、そんなこと俺たちがさせねえ。よし、行くぞ。よし。ドレスローザの国民たち、および客人たち。真実を知り、俺を殺してと思う奴もさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。
この命を取れれば当然そこでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。ミンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ、俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがトレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。ドフラミンゴのいる王宮に向かいましょう。やってやるぜ。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし、急ぐぞ。気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる。気づけって方が無理ってもんさ。うん、人がおもちゃにされた。ああ、ドン・キホーテファミリーの幹部シュガーってやつの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは昼は人々を楽しませるおもちゃとして過ごし、夜は闇取引を行うための交易口で誰にも知られることなく働かされ続けていたのよ。そしてそのシュガーを見事に倒し、みんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当に？おいおい、疑ってんのか？今の話は本当よ。その証拠にウソップには私たちの中で一番高い5億もの懸賞金がかけられているわ。そう、ウソップって実はすごかったのね。実はって、あのな、こんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう。岩山、新しくできた王の大地みてえだな。おや、何かありますよ。あれはリフトでしょうか。
っとっと。こいつがこの王の大地へ上がるリフトか。びくともしねえな。鍵もかかってんのか。厄介だな。王家の門が刻まれてる。王族なら何か知ってそうね。王族か。俺たちが話せそうなのはレベッカだな。ルフィ、レベッカに会いにコロシアムに行こう。ああ、わかった。ねえ待って、レベッカって？弁当を3つもおごってくれた、いいやつだ。いや、それじゃわからねえだろルフィ。レベッカはドフラミンゴの策略で国を追われた戦王の孫だ。捕まってコロシアムの剣闘士にされちまったのさ。それに今は私たちと同じく懸賞金をかけられているわ。大変！それじゃ早くそのコロシアムって場所に行かないと。